むやみなディスりは文具症を引き起こす原因の一つとされています。やめようディスり、なくそう文具症。やめよう堂は文具症撲滅に協力しています。笑いすぎて顎が伸びることよくありますよね。そんな時もアゴピタン。アゴピタンで顎伸びない。装置ショーからのお知らせです。こちらの方を見かけましたら、決して近寄らず、発見場所を早急に装置所までご連絡くださいますようお願い申し上げます。装置所。